ドイツボンにある3位一体協会でピアノを演奏する、キミコキミコダグラスイシザカは、日系ドイツ人のピアニストで、元オリンピック重量上げパワーリフティング選手。ドイツのボン生まれ、ゴルトベルカ変奏曲の録音ダグラスイシザカは、母親の手ほどきにより、14歳からピアノを始めた。その後、ケルン音楽大学で学び、15歳でデビュー。1985年、 兄の石坂清人、石坂團十郎と共に石坂トリオを結成。1998年、ドイツ音楽コンクールにて石坂トリオで優勝。石坂トリオは結成から16年間活動を続けた。2013年、オランダの OHM フェスティバルで演奏するキミコ、石坂その後、ソロピアニストとしてヨーロッパ、北、アメリカ、日本で演奏。 ベートーベンオーケストラボン、クラシシェフィルハーモニー、ジャクソンフィルハーモニーオーケストラと共演。キックスターターとベーゼンドルファーから支援を受けたオープン、ゴルトベルク変奏曲プロジェクトに参加。2012年5月に、ゴルトベルク変奏曲のスコアと録音を、パブリックドメインで提供している。2013年11月から、ダグラス・イシザカと、オープンゴルトベルク変奏曲プロジェクトは、 キックスターターの支援をもとにバッハの平均率クラビーア曲集を録音し2015年3月にパブリックドメインとして公開された2005年のドイツ選手権でデッドリフトに挑むキミコダグラス石坂は2005年のドイツ選手権においてパワーリフティングの 82kg 級に出場し3位入賞2006年にはベンチプレスで2位に入賞した2008年には ドイツ選手権で重量上げで3つのメダルを獲得。さらに同年、オーストリアのエレーコ女子グランプリで6 3ラム級の5位に入賞。ありがとうございます。